から金沢ジュニアジャズオーケストラジャズ21の皆様の演奏が始まります。どうぞお楽しみください。よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、石川県金沢市からやってまいりました金沢ジュニアジャズオーケストラジャズ21と申します。本日はこうして、この素晴らしい場で演奏の機会をいただきまして本当にありがとうございます。私たち、4年ぶりにここまた横浜で演奏させていただけるということで非常に楽しみにしながら朝の4時半頃に金沢を出発してバス乗ってきたんですけれども、そんなそんな疲れも感じさせないような印象でねみんなで頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。1曲目にお送りしました曲はオングリンドルフィンストリートという曲をお届けしました。ソリストを紹介します。ピアノフォルテ永田一生
それでは早速次の曲に行きたいと思いますけれども、次の曲はバリトンサクソフォンをフューチャリングしてお届けをします。ブルーフォリアという曲でして、バリトンサクソフォンがバリバリとかっこいいソロを吹いてくれるだろうと思います。はい、ということで、バリトンサクソフォン岡田伊吹をフューチャリングしてブルーフォリアをお届けしたいと思います。どうぞお聴きください。
ありがとうございます。ブルホリがお届けしました。ソリストのテナーサクソフォンの方で、バリトンサクソフォンの岡田井口。すみません、楽器の名前がごちゃごちゃになっちゃいましたけれども、次はですね、またガラッと雰囲気を変えて一曲お届けしたいと思いますけれども、次はラテンの曲をやってみようかなと思います。That's All Right というジョン・フェチョックという人が、作曲をした曲になりますけれども、かっこいいラテンのリズムを感じていただければと思います。それでは雑音でどうぞお聴きください。
ありがとうございます。ザ・ソウルライトをお届けしました。ソリストはソプラノサクソフォン北住幸音、そしてトランペット本田さんと。ありがとうございます。私たちジャズ21はですね、バンド名にもあります通り金沢、石川県金沢市を拠点に活動させていただいておりまして、こうして横浜に来るのもおそらく8回目くらいですか、かなりの数を、ここに来させていただいて演奏させていただいてるんですけど、今回初めて来るメンバーが多くてですね、前回来たのが2019年コロナの前なんですけれども、あ、じゃあ2018年か、そうですね、2019年台風で亡くなっちゃってたので、そうですね、2018年もうだいぶ昔の話になっちゃいますけど、その時にいたメンバーはもう数人しかいなくて、ほとんどが今回初参戦のメンバーということで、遠征旅行だ楽しみだっていう気持ちもありながら、演奏だドキドキだなっていう、そうですね、小学6年生もいたりですね、非常に幅広い年齢層で私たちやらせていただいております。先月は金沢で金沢ジャズストリートっていうイベントも私たちやらせていただいてるんですけども、その時もですね、市役所で演奏したりとかっていう機会もあって、横浜市役所でも演奏させていただいて、なんか共通点があるなっていうことも思いながら演奏をさせていただいておりました。そんな形で紹介をさせていただきましたけれども、次の曲に行きますか。次の曲はですね、テナーサクソフォンをフューチャリングしてお届けする曲です。オータムっていう、まさにこの季節にぴったりの曲になります。準備はいいですか。よし、それでは行きたいと思います。オータムお聴きください。
ありがとうございます。思ったんでお届けしました。ソリスト紹介します。テナーサクソフォン山本あかり。早いもので私たちの出番はですね、次の曲が最後になってしまいました。しっとりした曲をお届けした後は、じゃんじゃん激しく盛り上がっていきたいなということで、最後の曲はそんな曲をやらせていただきますけれども、ファニートっていうふうに譜面に書いてあるんですね。これだけ聞いたら僕たちも何のこっちゃって感じのタイトルなんですけど、英語に訳すと The Battle Hymn of the Republic、 日本にするとリパブリック賛歌っていうんですね。これ多分タイトル聞いたらハッとする方も何人かおられると思うんです。多分メロディーを聞いたらハッってなる方がもっと増えるんじゃないかと思うんですけど、日本でも民謡みたいな感じでですね、多分小さい子とかもよく聞くんじゃないかなというような、そんな曲がですね、ジャズビッグバンドのアレンジになっております。最初にですね、いろんなパートがわーっと吹いた後にまたまとまって盛り上がってどんどん突き進んでいくみたいな感じのアレンジなんですけれども、先にソリストを紹介したいと思います。最初にいろいろ吹きます。バリドンサクソフォン岡田由紀。テナーサクソフォン大崎臨。トランペット本田麻子。そしてトロンボーン私直江良一郎。そしてピアノフォルテ永田一成。いや、僕たちもやってて非常に難しいアレンジなので、もうその時々でどんな感じになるかっていうのは練習の時の毎回違うんですけど、この横浜でやるとどんな感じになるんでしょうか。僕たちも楽しみに演奏したいと思いますけども、ドラムソロすみません、忘れてましたね。大事な大事なドラムを忘れておりました。紹介します。ドラム岡田紫音。紫音はね、何回もね、ここも横浜も遠征経験して、もうこのバンドの中でベテランですけど高校2年生ですね。はい、そんな感じで今日はやらせていただきました。本当にこれだけ多くのお客さんに聴いていただけて幸いでございます。それでは最後盛り上がっていきましょうか。リパブリック賛歌どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。金沢ジュニアジャズオーケストラジャズミュージックでした。コンダクター前田義典先生、本日はありがとうございました。金沢ジュニアジャズオーケストラジャズミュージックでした。ありがとうございます。こうしてアンコールの拍手をいただくと僕たちもすごく嬉しいですね。もうなんかもうこの一体感がすごく、ああみんなでこの会場音楽作ってるんだなっていう感じがもうすごくして、もう最高です。やっぱり金沢でも横浜でもジャズを好きな皆様ノリがいいということでですね、それではアンコールにお答えしてもう一曲やらせていただきたいと思います。最後にやらせていただきますのは、先ほどちょっとサウンドチェックでも頭の部分はやらせていただきましたけれども、ジャズのスタンダードナンバー Fly Me to the Moon という曲をですね、これ普通の Fly Me to the Moon じゃないですね、ちょっと面白いヒップホップって楽譜に書いてあるんですけど、そんな感じのちょっと面白いアレンジになってますけれども、ソロ回しがあります。ソリスト紹介しましょう。テナサクソンは山本あかり、ピアノコルテ中田一世、トランペット本田さん、バリのサクソフォン岡田いぶき、ベース皆口ののか、ドラムス岡田修、最後ソリスト盛りだくさんで楽しくお届けしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
とうございました。金沢ジュニアジャズオーケストラジャズ21でした。